FA 戦線2021。FA とは長年一軍登録されることで得られる、今所属している球団から別の球団に移籍できる権利のことを言います。昨年末に今年の FA 注目選手を紹介する動画を上げました。あれから半年が過ぎ、2021年前半戦が終了。半年前は目玉と見られていた選手が思わぬ不振に陥ったり、半年前注目されていなかった選手がキャリアハイに近いシーズンを送っており、 FA の目玉が大きく変わっているんです。そこで一つの疑問が生じました。現時点でコンフの FA 注目選手は一体誰なのか。というわけで今回の動画は FA 戦線2021中間レポートを発表したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。 FA になるにはシーズン中に145日以上一軍選手登録されたら1シーズンとしてカウントされます。ただ145日が上限となっており、それ以上はカウントされません。145日に満たない場合は他のシーズンと足し合わせて145日になれば1シーズンとなります。また前年145日以上満たした場合は怪我をして戦線離脱しても登録抹消となった日から2軍公式戦に出場した日までを対象に最大60日まで補填されます。8シーズンカウントで国内 FA 権取得。ただし2007年以降のドラフトで入団した大学生社会人選手は7シーズンで取得、9シーズンカウントで海外 FA 権取得となります。1回 FA 権を行使した選手は1軍登録が4シーズン達した時に海外 FA 権を取得します。 FA 戦線中間レポート。 FA 取得選手、取得見込み選手を視覚的に把握できるようにするためこのような表を用意しました。取得見込みの残日数は FA 取得までの日数、黄色はコンオフ、FA 行使する可能性のある選手、灰色は球団と複数年契約を結んでおり、コンオフは FA 宣言の可能性がない選手にしています。左は複数年契約の年数、年俸は単年分を掲載しています。ただ今季限りで複数年契約が切れる選手は灰色にしていません。というわけで12球団別に見ていきましょう。まずパリーグから。ソフトバンク。ソフトバンクはあらかじめ主力選手が FA 取得する前に複数年契約を結んでいるため流出がありません。しかしそんな中、昨年の契約更改で21年シーズン FA 取得見込みの加山投手には複数年の打診をしませんでした。ロッテ。ロッテの中で唯一少しだけ FA 宣言の可能性があった石川歩投手は2020年オフにポスティングを利用してのメジャー挑戦を目指していましたが、20年シーズン最終登板で左ふくらはぎを痛めたこと、コロナで海外情勢が不透明だったこともあり移籍を断念しました。そして今年は不振、 FA 行使の可能性はゼロに近いです。セーブ。木村選手は昨年打率2割3分1厘、8本塁打、33打点をマーク。しかし今年は打率1割8分と不振、コロナに感染したこともあり、わずか20試合の出場にとどまっています。楽天。昨年末の動画で唐島投手を今年成績を残したら一気に評価が高まると紹介しましたが、開幕から2軍暮らしが続いており FA 取得自体厳しい状況です。昨シーズン終盤に育成から支配下に返り咲いた福山投手は今年ビハインドで24試合に登板し防御率 2.38 をマーク、見事 FA 権を取得しました。すでに国内 FA 権を取得している岡島武郎選手は今年途中から5番を任され7日に規定打席に到達、前半終了時点でリーグ2位の打率3割3分5厘をマークしており、後半戦もこのまま調子をキープするとオフには一気に FA の目玉に浮上します。日本ハム。秋吉亮投手は一昨年クローザー任され25セーブを挙げましたが、今年はわずか6試合の登板にとどまっており FA 取得自体危うい状況です。昨年末の動画で今年の目玉選手として紹介した太田大志選手ですが、今年は開幕から不振に陥り前半終了時点で打率2割1分2厘、3本塁打、17打点、現在は2軍におりコンオフでの FA 交渉の可能性は消えたと言っていいと思います。オリックス。今年取得見込みだったディクソン投手はコロナで家族が来日できないため退団となりました。続いてセリーグ。巨人。昨年末の動画で紹介した鍵谷投手は今年原巨人において中継ぎで重要な役割を任されており、巨人ブランド、年俸などを総合的に考えると FA 交渉の可能性はないと考えます。阪神。今年も不動の正捕手として首位阪神を支える梅野龍太郎捕手、打撃成績は打率2割4分7厘、2本24打点、今年はチャンスに強く得点圏打率はリーグ2位の3割8分5厘をマークしています。またオールスターファン投票選出、東京オリンピック日本代表にも選ばれ順調なシーズンを送っていると言えます。中日。昨年エース大野雄大投手の引き止めに成功した中日ですが、今年は中継ぎの強力な2枚が流出する可能性があります。まず又吉克樹投手、昨年後半に巻き返し26登板で防御率 2.77 の好成績、
しかし契約更改ではダウンテージを受けました。そして今年は開幕から自身最高のシーズンを送っており、勝ちパターンとして42試合に登板、18ホールド、8セーブ、防御率 1.13 をマーク。先日にはとうとう FA 権を取得し、今年最大の目玉に躍り出ています。祖父江大輔投手、長年中日の中継ぎを支え続けるも契約更改では評価されず、辛辣な思いをさせられてきました。一昨年の契約更改では中日加藤球団代表が祖父江投手に対して放った発言が物議を醸し出しました。詳しくはこちらの動画で解説しています。今年はやや不調で序列も下がっていますが、どの役割でも仕事を全うする姿はさすがです。福田信正選手、以前の動画で今年キャリアハイの成績を残せば目玉に浮上すると紹介しましたが、今年は現時点で打率2割3分7厘4本17打点と寂しい成績となっています。 DeNA 山崎康明投手、昨年は不振で守護神を外され、後半戦は2軍暮らしが続きました。ただ今年は開幕からセットアッパーとしてコート、前半終了時点で39試合に登板、18ホールド、防御率 2.37 をマークし、評価を戻しつつあります。19年オフの契約更改では将来的なメジャー挑戦の意向を表明するなど海外志向が強いです。宮崎敏郎選手、今年の FA 野手最大の目玉、毎年安定した成績を残し、今年も打率3割2厘8本塁打47打点をマーク、安定感を発揮しています。広島大瀬良大地投手、2020年の開幕前は FA 目玉の筆頭に挙げられていた大瀬良投手、しかしシーズンに入るとコンディション不良を理由に度重なる登録抹消、途中で手術を受け残りのシーズンを棒に振りました。そして今シーズンも3勝3敗防御率 3.74 と本調子とは言えない成績です。ただ後半戦に巻き返しがあれば評価が戻り目玉になる可能性はあります。クリアレン投手、毎年先発ローテーションを守り、今年も7勝5敗防御率 3.33 と安定した投球を披露、新人の頃に生涯広島を宣言していますが、 FA のこれまでの歴史上残留宣言しながらいざ FA になると移籍した選手は数多くいます。当時よりも年齢を重ねていますし結婚もしています。人間なのでもちろん新人の頃とは考え方も違います。堂林翔太選手、昨年はレギュラーに返り咲き、打率2割7分9厘18本塁打58打点をマーク。一気に21年 FA の目玉になると思われていましたが、今年は一転不振に陥り、打率1割8分4厘0本塁打4打点、ベンチを温める日々が続いており、 FA 戦線から完全に外れたと言っていいと思います。ヤクルト、昨シーズン山田哲人選手、小川投手、石山投手の引き止めに成功したヤクルト、今年は FA 取得見込みがおらず安心してオフを迎えれそうです。 FA 考察、FA で移籍する選手を予想する際、ランク、出身地、結婚の有無、チーム順位、この4つの条件を見ることが必要です。ランク、FA する選手には所属球団の日本人年俸順位によって何位に位置しているかでランクが付けられます。1位から3位は A ランク、4位から10位まで B ランク、11位以降は C ランクとなります。FA によって A ランク、B ランクの選手を獲得した球団は、以前の在籍球団に金銭と人的保障が必要で、 C ランクの選手は金銭、人的保障ともに必要ありません。そのため C ランクの選手はデメリットがないため獲得しやすいんです。今回の C ランクは中日の又吉投手、楽天の福山投手、岡島選手です。出身地、 FA 選手がどこ出身かを把握するのも重要です。これまでも FA した選手の中には、子供の頃応援していた地元の憧れの球団に入りたい、故郷に骨をうずめたいという選手がいました。既婚の有無、 FA 選手が結婚して家庭を持っているかもすごく大事です。選手といえど一家の大黒柱であり、家族を養わないといけないからです。より家族を楽にさせたい、子供たちに多くのものを残したいという思いが、より良い評価をくれる球団に行く十分な動機になります。チーム順位、 FA 選手の中には優勝したいと思って移籍する選手もいます。ただたとえ今は B クラスのチームでも、将来的に明るいビジョンが見えていれば移籍しようとはなりません。暗黒時代の横浜のように球団のビジョンが見えず、このままチームにいても一向に上がる気配がないとなれば、おのずと流出の可能性は高まります。今オフ FA 宣言する可能性がある選手をこちらの条件とともにまとめました。一人ずつ考察していきます。梅野龍太郎氏、 A ランク、出身地は福岡、既婚、チーム順位は1位、福岡を本拠地とする球団といえばソフトバンク。しかしソフトバンクには甲斐拓也捕手という不動の正捕手がおり、獲得に乗り出すのは考えにくいです。もし梅野選手が FA 宣言すれば、正捕手が固定できていないチームの参戦が予想されますが、阪神が相当な契約を提示すると信じています。又吉克樹投手、 C ランク、出身地は沖縄、未婚、中日の現在の順位は4位、年齢がまだ30歳と若く、今年抜群の成績、 C ランクということもあり、もし FA 宣言すれば争奪戦が必至です。勝ちパターンを任せられることもあり、中継ぎが手薄なチームはもちろん、
さらに中継ぎを補強したいチームも参戦するかもしれません。又吉投手の FA 取得時のコメントで、オフにどういう評価をもらえるかということだけと語っているので、中日フロントは又吉投手との残留交渉で適切な金額を積まないと流出の可能性は大いにあります。祖父江大輔投手、人的保障が必要な B ランク、愛知出身、既婚、中日の現在の順位は4位、昨年は最優秀中継ぎ投手に輝き評価が高まっていましたが、今年は調子を落としており、勝ちパターンから外れています。中日の地元愛知出身、 B ランクで来年35歳と高齢ということもあり、このまま残留して中日で骨をうずめる可能性も考えられます。山崎康晃投手、A ランク、東京出身、未婚、 DeNA の順位は6位、今年セットアッパーで復活、評価が戻りつつありますが、本人のメジャー志向が強いため、コンフ、ポスティング行使か、このまま残留して来季好成績を残してポスティングか、海外 FA まで待つか、わかりません。宮崎敏郎選手、 A ランク、佐賀出身、既婚、 DeNA の順位は6位、地元球団ソフトバンクの生産塁手松田選手が昨年から成績が低下しており、38歳となった今年も打率2割3分3厘。また今年は松田選手に限らず、チーム全体が貧打に苦しんでいて、ソフトバンクは今オフに久々大型補強に乗り出す可能性があります。宮崎選手は来季34歳。第一線で活躍できる期間は限られています。しかも新婚。もしソフトバンクが獲得に乗り出したら、移籍する条件は揃っています。大瀬良大地投手、B ランク、長崎出身、既婚、広島順位は5位、現時点で宣言する可能性は低いですが、後半戦に本来の調子を取り戻すと目玉になる可能性は残されています。個人的に引っかかるのが FA 取得時のコメントで、今は目の前の試合に集中して考えるタイミングになればまたその時に改めて考えたいと思いますと、 FA 更新について前向きとも取れる発言をしていることです。ですので、もし後半戦でエース級の活躍をし評価が戻れば、宣言する可能性は考えられると思います。以前は獲得候補に巨人、ソフトバンクの名前が挙がっていましたね。クリ・アレン投手、 B ランク、岡山出身、既婚、広島の順位は5位、新人の頃に生涯広島宣言をしていたこともあって、個人的に FA 取得時のコメントに注目していました。クリ投手のコメント、一つの目標、通過点と思ってやってきたので嬉しいですが、残りのシーズンでしっかりローテーションを守って投げる、目の前の試合に集中することしか今は考えていません。コメント次第では候補から外そうと思っていたのですが、このコメントを見て個人的な感想は含みを持たせているなと。もし FA する気が全くない場合は、オリックスの足立選手のように行使するわけないじゃないですか、韓国にでも行きますかと発言すると思います。でも栗投手のコメントでは、一つの目標、通過点、今は考えていませんとあります。これは FA は一つの目標、通過点であり、オフに FA 更新について考えると捉えることもできます。さすがにプロ入りから8年経過すると、周りの環境も変わり、人間としても成長し、考え方も価値観も変わります。栗投手は現時点で FA の目玉です。ソフトバンク加山信也投手、 B ランク、32歳、沖縄出身、既婚、ソフトバンクの順位は4位、今年は42試合に登板し15ホールド、防御率は 4.18 と悪化していますが、相変わらず対左の被打率は1割4分8厘と低く、左キラーぶりを発揮しています。しかし人的保障が必要な B ランクで、推定年俸1億4000万と高年俸です。仮に加山投手が FA 宣言したとして、大金を出し人的保障のリスクを負ってまで左のワンポイントを獲得する球団があるかは個人的に疑問です。福山博樹投手、C ランク、32歳、島根出身、楽天の順位は2位、今年は中継ぎの一角として24登板、防御率 2.38 をマークしていますが、主に敗戦処理やビハインドでの登板で、本来の福山投手にはまだ戻っていません。ただ C ランク、推定1700万円と低年俸ということもあり、 FA 宣言すれば中継ぎが手薄なチームが獲得に乗り出す可能性はあります。岡島武郎選手、 C ランク、32歳、群馬出身、今年は5番を任され、高打率をマーク、後半戦も調子を維持すれば一気に超目玉になります。 C ランク、推定年俸1500万円、 FA 宣言すれば争奪戦は必至と考えられます。打てる高打者は魅力です。コロナによる FA 市場の鈍化、昨年はコロナの影響があったのか、 FA 市場が鈍化し、他球団に移籍したのは DeNA から巨人に移った梶谷選手と伊能投手の2人のみ。今年も無観客試合、入場制限を強いられており、果たして各球団 FA 補強するだけの資金があるのでしょうか。そこで各球団が公開している内部留保にあたる利益剰余金、当期純利益をまとめた表を用意しました。ただ巨人、中日は一切公開しておらず、阪神、オリックスはまだ20年度分発表していません。各球団2020年度は概ね赤字であり、利益剰余金を取り崩して損失分を補填しています。今年も未だに入場制限が続いており、正直球団経営は厳しい状況です。次に親会社の利益剰余金と当期純利益をまとめました。なお親会社を持たない広島、非上場企業のロッテホールディングス、読売新聞グループ、中日新聞の3社は今回載せていません。コロナによって業績の明暗がはっきり分かれました。
西武や阪急阪神のように電鉄や百貨店などの資産が多い企業は業績が悪化。日本ハムやヤクルトなど食品を扱う企業は好調で、ソフトバンク、DeNA のように利益率の高い IT 企業は増収増益となっています。補強のバックアップは親会社の経営状況によっても変わってきます。ただ今年の目玉は例年に比べ年俸が低い選手が多いので獲得障壁は低いと思います。コロナによる球団経営の影響についてはこちらの動画で考察しています。というわけで今回の動画は以上となります。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサブチャンネル Twitter も開設しましたので概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。